もトモハッピーです。はい、こんにちは、安岡翔太です。はい、ということで今日はヤソとマジックザギザリング夢対戦赤ちゃたん VS 再稼働です。やっていきます。まあ、夢対戦っていうのはね、このチャンネルの人気企画で、こう歴代のね有名デッキをめちゃくちゃにぶつけていくっていうね対戦でございます。今日僕が使っていく赤ちゃたんは1999年カイブティ選手が優勝、世界選手権で優勝したデッキリストです。で、対するヤソが使っていく最下得は2002年の世界選手権かな、はいはい、のカルロス・ロマオ選手が使った、3年差の世界選手権優勝デッキ同士のね熱い対決をお楽しみください。お願いします。お願いします。冷静に振れちゃうこれ、分からん。なんか俺の中では赤ちゃたんってマナーめっちゃ出るんだけど、そう、そのダイナミックに決めに行くから、うまくそのマスカーあまり引けないとうまく消されて負けるかなとか、はいはい、脅迫とかも絡んでくるっけ。最後メインは入ってないっけ。メイン入ってないから結局カラスペとかになるけど、メインはなんか除去が腐ったりして赤ちゃたんの方が有利な気もする。でもサイド後、いやどうだろうね。ただそっか、ウィッシュデッキだから願いデッキだからあんまりサイドボード厚くないのか、うん、とか、その2アクションとかね、うん、されると結構2コスでね、マスカンとかもあるからね、こっち。そうだね、うん、まあこの夢対戦ね、細かいことはお気になさんなっていう感じでね、はい、とりあえずぶつけてみようっていう企画なのでね、はい、やっていきましょう。もうなんか今回はどっちがどっち使うっていうのがさ、キャラでさ、はっきりしたので、もうヤソが最下得、対抗呪文使うでしょうみたいな感じで。当時赤ちゃん大好きだったけどね。青と、うん、俺使ったことなかった。青使いで有名、赤使いで有名みたいな感じだから、まあ、ただ赤じゃないから、赤ちゃんだからね。結構カーンとかね、欲深きドラゴン好きで使ってた。まあいいよね、はい、ウルタスサーガブロックのカードがさ、足なんだよ全部。確かに。じゃあこれ先行欲しいな。これは全然勝てなそう、はい、7、まあまあ早いからね、これね、うん、5、 5最低限はいけるかって先行で。一回止まっちゃうとドロソでいかれるかな。ああ、まあやりますか。はい。さすがにキープせざるを得ないかな。いや。はい。はい、じゃあいきます。セットしま。はい、終わりです。ドロ。うお。チョベリグなんだけど。チョベリグ。負け、もしかして負けちゃった？え、イニシアの運ボ。はい。すごい引きした。18。モノリス。おごそかなモノリス。はい。キー。通電式キー。はい。で、余ったものでタップしてアンタップ。はい。終わり。あ、とりあえず終わった。とりあえず終わった。とは言ってもうマナ差がやばいな。もう7マナあるよ。何これ。こっち2マナしかないよ。終わりです。アンタップドロー。ただこっから対抗呪文を連発されるときついっすよ。山、はい、6マナ無色1余り、はい、欲深きドラゴン。もうジャブから来た感じかな。アーティワークとコントロールしないといけにえを捧げるドラゴンです。6号。なんか一番弱そうなの来たね。強いけどね。まあね、島しかないし、除去られづらい。とりあえず、ちょっと一旦待ってもらおうかな。なるほど。記憶の欠落。記憶の欠落で上に戻りました。はい、で、余った1マナでタップしてアンタップ、はい、終わりです。こっちないだろ、結構もう踏むわけで10点食らわないから。ああ、満足しかない、終わりです。おお、ただまだカウンターは打てる。アンタップ、ドロー、はい、さっきと同じ感じで無色1余して、はい、欲深きドラゴン。じゃあもう一回ちょっと記憶欠落。もう一回トップ、はい、OK。で1マナでタップしてモノリさんタップ、はい、裏切り者の都出して、何5マナでミシュラの螺旋。おいおいおい、それはちょっとゲームエンドちゃう。ゲームエンドっぽいな。これは X マナタップで対象の途中 X 個タップできます。2マナランド多すぎでしょう。これずるいね。カード2枚分じゃん。だって10マナ使った今。こっち2マナしかないんだけど。やんちゃやんちゃでしょう。それは X マナ払うと途中 X 個寝かせる。しかも途中止まってるっていう、うん、負けドラゴンを着地させてくれ、はい、まあ、はい、赤ちゃんもやばかったけど土地止まりで無理だったって感じだった ね、 ね、カンスペカンスペってかね、もうちょっと時間はいけるかなと思ったら、うん、まさかいきなり5マナの2アクションやばくない。5マナからの5マナ、5マナそれは通るわ。確かにね、2マナしかなくても打ち消し続けれればいけた可能性は。いや、今モノリス引いたの最初。そう、初手モノリスドロー。相当ハンド良くなかったね。ハンドはね、まあ2マナラウンドが2枚あって、うん、ドラゴンとその3ターン目ドラゴンスタートみたいな、まあまあやるかと思ったらお祭り騒ぎ。お祭りだ。じゃあ先行もらいます。はい、お願いします。
サイドゴーね、はい、サイドゴー脅迫がつくかな、うん、やるか、はい、やります、やります。相手の一気分かっとるし終わりです。はい、ソルトマーシュだいぶ弱いね、今の年なので1点回復ついてるもんね、今1巻は戦術できるから ねタップ状態で出て、はい、青か黒かっていうと、いや当時これかなり革命的なね革新的なランドだったから、イニシアの墳墓からの、はい、イカの間の開口、5タップで山札切り直して一番上のカードが使えると。そう、まあガチャやね、ガチャ。マナ払わず強いよね、はい、結構強い。終わり。土地も増えてくっけ。土地も置けるかな。ドラインド。はい。ここを使う。脅迫。はい。さあ、ワイルドファイヤー。はい。イカの間の開口2枚目、呪われた巻物。まあ開口も2枚ってね、使えないから。使えないね、そして、まあ、チクチクするカード。とか、後々のワイルドファイヤーかが、いや、ノロマキ、はい、通りたくないよね、これ終わりです。まあでもあんま強くないからね、今サイドアウトしたパワーストーン欲しいな、うん、取ろう。これね、ちょっとマナーキャドできると厳しいんですが、引いたよ。はい、モノリス。はい、終わり。なるほどね。まあ、とりあえずゆっくり行こう。はい、再獲得出さなくてよかった。うん、はい、ターンエンド、アンタップドロー。はいはい、ダイナモか、14、スランダイナモ4マナ、あ、ちょっと3マナ出る。そこはさすがにカウントアスペル。あー、来た、はい、このマスクスのやつが俺一番好き。はい、開口2枚目出してモノリスなんかさ、バカだな、終わり、はい、いやでも、そういうのもありかもしれない。まあまあまあ、ゆっくり行きましょう、はい、終わりです。あんた、ドロー。はい、この辺からどんどんね、仕方ない、モノリス、モノリス、はい、どうぞどうぞ、それはいいです。一回使っとこう。はい。開口。今日、はい、山札切り直して。土地では土地でね、いいからね、今。そう。大体何でもいいんだよな、これ。外れないかな。ないね。何がダメなんだろうね。まあ土地でもいい。開口の2枚目。いらない。はい。どうぞ。ドドン。ドドン。お、ミシュランの打線、唱えます。え？シャロマナで。どうぞ。え？取った？通りますよ。お、終わり。ちょっと当たりすぎじゃない、それ。やばくな。じゃあアンタップ。はい。アップキープ。キープ螺旋使っちゃう？いいかな、別に。いいっすか、はい、仕方ないか。うん、はい、嘘か誠かメインで、来た、メインで、はい、どうぞ。あー、この嘘か誠かは対戦相手が5枚対戦相手を見せて2つのパイルに、2つの束に分けさせて選んだ方手札、はい、選ばなかった方墓地。土地が欲しいでしょ、まず土地が価値が高いと。激動なんて一生打てないかも。いや、わからんよ、ね、これ螺旋で土地タップするもんね。てか次のターンはもうワイルドファイヤー覚悟してるもんな、これでも両方痛いから、まあ打ってくれた方がまだ、ね、通電式キーとかは無視か、うん、まあカーンとかも別にね、いいからね、うん、はい、これでまあ、石もありますか、土地と激動で石も置いて、うん、終わりです。はい、ダップ、トロ。まあまだね、そっちもマナスのあるわけじゃないからね、まあまあまだ楽じゃない、楽ではない。スランの発電機とかね、ちょっと通電式が出てくると、ハイドファイル打つともう全然有利じゃなくなっちゃうから、これを回す、毎ターン回す状態を取ったから、激動次のターン打たれちゃうかもしれないな。まあ、セットランド激動ならね、そっち先行みたいなもんだから、先行でニューゲーム、うん、ワイルドファイア打って土地1枚対ゲームしたくないもんな、そんな、うん、全然ね、ワイルドファイア、まあ、打ってもらった方が個人的には、これ行こう、しょうがない、束の間の開口起動、はい、結構ライフ減ってる、フルして結構きついよこれ、うん、いや、確かに3枚なの分かってきたわ、理由、うん、やっぱ4枚2枚ですよね、そんなに使えないからね、まあ、この土地が一番、土地かスランダイナモがいいな、一番スランダイナモ、通電式キー、いやなんか消防台もないかな、このあたり、これだよ、これ、これとこれ、この辺でいいや、もうこの2枚目が弱い、最悪カーストスクロールぐらいやったらね、やっと、はい、どうぞ、はい、はい、ドドン、ドドン、あー、まあ、まあ、土地、まあ、土地、まあ、実施、まあ、セット、ワールドファイで流れない土地だから、ワールドファイは打ち合わせなんだ、はい、まあ、出しちゃうか、モノリステム寝たからな、呪われた巻物、はいはい、どうぞ、終わりです。じゃあ、アップキープ、ソルトマーシュタップ、まあそれは、はい、素直に行きましょう、1個タップ寂しいけど、しゃあない、1個タップダメ、まだ、まだ、はい、はい、夜景学院の使い魔、夜景学院の使い魔、はい、はい、これね、青のスペルが全部軽くなるんで、ちょっとね、動きやすくなります、はい、終わりです。タップ、はい、ドロー、しょうがないな、セットします、うん、お、2マナロント、いいね、はい、で、つかの間の開口、それはいいでしょう、はい、終わりです。はい、なので一回ね、土地全部寝かせてから仕掛けると、落ち着こうかなと、いやー、それはでもいい考えだね、ハンドそんな強くないか、一応両方してるか、うん、はい、
じゃあアンタップ、はい、でアップキープ、アップキープにフルタップ、まず対応して、どっちもフルタップしたい、まず3マナでもう一回嘘か本当か、はい、はい、はい、脅迫と地底のタイガーを分けましょう、撃たれたくない、はいはい、でディープも墓地から撃たれたくないから1マナでディープディープを寄せるか、ディープディープ寄せて土地じゃない方をつける、じゃあこれで、なるほど、じゃあこれつける、はい、でこれは寝ましょう、はい、でドロー入ります、地底のタイガー、はい、1マナ脅迫持ってた、いやバックいいバナです、はい、フラッシュバックします、うん、で3点払って15になりました、はい、ディスカード入ります、終わりです、そうか、カーンがアーティファクトクリーチャー化できると、そうですね、一応結構 でかいよね、2、2、5、これがでかいからね、5がで、ここで何が来るか、まあ現状ドロー、まあまあまあ戦えそうな気もする、まあ、カーンで殴りに行くものはありなんだけど、それやっちゃうと激動クラウンだな、6でタップに使いたいから、つかの間の開口と螺旋の二足のわらじのが良さそうな気もするな、ゆっくり行く、いやでもどうする、激動さえ打たれなかったら有利な場が続く、うん、ただそっちも結構ね、エンシェントンボでね、ライフ痛いから、痛いね、決めに行きたいね、うん、勝負するか、ここは、はい、螺旋あるしな、6マナ、はい、6、ワイルドファイヤー、はい、お互い土地4つ生贄と4点オール、4点オール、はい、クリーチャーに4点オール、まあ、そっちもでもまだないからね、4つ生贄、はい、引いてんのかな、お互いにアドバンテージ取りながら、うん、高橋のね、はい、で山はある、あ、こっちやるのはきついな、はい、終わりです、タップキープ、打線でタップ、なるほどね、これでしばらくお互い土地増やながら縛り合ってそうね、ができたらいいんだけどね、ヤソの方が土地が伸び続ける可能性が高いね、うん、ドローして一回ね、ドロー入ったから、よし、なるほど、はい、終わり、ハルマゲドン打った後みたいな楽しい、はい、3マナ、タップ、土地引き続けなきゃいけないな、こっちは島、終わり、2マナラウンド引け、ドロー、終わり、これならタップ3枚これでいい、あ、島にする、うん、島で、ドロー、はいはいはい、で、マナ、リップ、やば、終わり、ちょっと動きやすくなった、これでちょっとどうしようかな、これ待ってね、ドロー、はい、楽じゃないな、束の間の開口はまだ起動できない、はい、モノリスアンタップしたくない、終わり、アップキープ、4マナタップで、こうか、うん、沼残し、寝かすか、はい、はい、で、ドロー、お、いいね、アタック5、いや結構わかんないな、これランド、うん、青、え、サイカちゃん、サイカドグ、やば、終わり、もう一発で終わるぞ、結構やばいね、これどうすんだ、ドロー、何もできないまだないからね、呪われた巻物起動すると墓地が2枚追放できる、はい、ターンエンドだ、ターンエンド、アンタップ、アップキープ、ここは土地を寝かさずに相手が激動サイカを決めに来るのを、はい、やろうかな、終わり、じゃあドローします、とりあえず黒から激動サイカまだ足んないやん、脅迫でハンド確認していこうかな、前方確認、前方確認、はい、なるほど、まあ、後ろのさ2枚目でアタックします、はい、じゃあアタックしてじゃあサイカとか能力つけます、はい、こっちを2枚強するとプライチするんで、はい、これで3、4ぐらいでいいかな、で5点ぴったりにしとこう、呪われた巻物、はい、こいつに起動、まあじゃあいいかな、はい、カード名指定は欲深きドラゴン、こっちやった2点、じゃあその後によし、泥巻き使えたぜ、最下の腕、はい、アップ5、6、はい、7、はい、8、はい、9、じゃあ9点、9点、ヘグダ捨てるともっといけるけど、じゃあ10点、はい、10点、よしよし、危ない危ない、ありがとうございました、結構さ、うん、いや、マナーやっぱり伸びるかどうかだ、ね、結構あれだね、サイド5込みだと、うん、マッチだといい勝負かもね、かもしれない、面白いね、脅迫入ると全然違う、ね、世界が少なめのマス感を潰せるっていう、ね、でもこれがね、うまく動いちゃうとね、とかやっぱね、まあ、やっぱキーとかだね、うん、マナーが、やっぱモノリス1回しか使えないから、まあ、赤ちゃんが分回るとそれでも赤ちゃんかな、うん、そう、まあ、やっぱりスランのね、発電機カウントできたのででかかったから、赤ちゃんの方が有利な気はするね、まあ多分有利だとは思う、うんうん、やっぱ2マナランドが結構入ってるから、やっぱ手の打ちようがないパターンがあるから、うん、ただ長引くほどサイカの方が有利になるのかな、ね、みたいな、とかまあ脅迫で1個抜いて3ターン目サイカ得出してもう一気に勝つパターンだよね、うん、そうだね、うん、押せ押せで、はい、はい、ということで
結果は1-1。はい、いやなんかお互いのデッキのポテンシャルが結構見れて、うん、面白かったかも。結構面白かった。これなんかノメリアに金枠デッキ両方置いてるんだけど、うん、この2つ実はやってないわ。一回もプレイしたな。あんまりやんないよね。お客さん結構やってて、はい、金枠同士楽しそうだったけど、8個もあるからデッキ、まあ、その組み合わせまだ目の前で見てないかも。この赤茶タンとサイカトグ意外と楽しめるのかなって思うから。なるほど。どうだろうね、分かんない。いや案外ね、やってみたらねボコボコにされることあるからね。分かんないでしょ。分かんない。思ったよりはゲームだったから、なんかもし機会あったらちょっとやってみてほしいななんて思いました。はい、というわけでよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。皆さんもね、Twitter や Twitch なんかもよろしくお願いします。概要欄から行ってみてください。というわけで今日はともハッピーと安岡翔太でお送りしました。ご視聴ありがとうございました。また明日。